オベリスクの股間、よく見ると結構もっこりしてる理由です。さあ本日なんですが、皆さん聞いてください。天才がいました、ディスコードに。あのね、あのルシエルさんっていう方から KC ファースト突破しましたっていうデッキをあの貼っていただいたんですが、あのねオベリスクデッキで突破したんですよ、あの人。天才すぎません？で、まあ、ちょっとね、若干スキルとかあの構築少し変えて使ってるんですけども、これめちゃくちゃ強いね。あの紙デッキになかったら一番強いんじゃないこれっていうレベルで強いです。あのこれどういうギミックかっていうと、まあ、オベレスクはもちろん3体のリリースをね要する、まあ、あのとても出しにくいモンスターではあるんですよ。なんでこの3体のあの、まあ、素材を魔獣の怪獣で揃えていくと。でね、あの魔獣の怪獣で、もちろんこの、 あのシンクロモンスターたちを出すことができるし、これ光と闇なんですよ。全部光と闇を3体出して、でアドバンス召喚とかするととかシンクロとかするとすぐ墓地送るじゃないですか。だからね、レビオニア出るっていう、これ天才じゃね。で、アドバンス召喚した場合、あのオーバーウェルムっていう、このいつのバックだろう、エイジオブディスカバリーだって。このミニボックスの、 あのこのエイジオブディスカバリーに入ってるオーバーウェルムっていうカードがめっちゃ強くて、アドバンス召喚したモンスターがいると、魔法トラップ、魔法トラップじゃない、トラップカードとモンスターの効果を無効にできるから、これで、相手のトラップを無効にしていくと。で、リンデのパーシャス、リンパで、コストにして、この辺のカードもあの出していく、かつ無効にできるみたいな、そんなイメージですね。でね、隠れ、エースモンスターがこいつですね、ザ・トリッピング・マーキュリー。これもほんといつの、お前誰やねん、いつのカードやねんみたいな感じのカードなんですけども、アドバンス召喚に成功したらフィールドの全てのモンスターを表側攻撃表示に、できますよと。でモンスター3体をリリースして召喚すると、相手のフィールドのモンスターの攻撃力が元々の攻撃力分ダウンするってことで、あの無力化できます、相手のモンスターを。めっちゃ強いこれが。で、1のバトルフェイス中に2回攻撃ができますよってことで、これ殺意めっちゃ高いんですよ。結構ワンキル取れるっていう、だからオベリスク引けないっていうパターンあるんで、こいつを引いていくっていう。でね、スキルは最初ドローセンス、神が欲しかったんだけども、ないからリンクスには。だからドローセンス魔法罠にしてます。もともとはね、これね、オシリスが入ってて、オベリスクとオシリスで、あの天よりの宝札にしてたんだけども、オシリスさすがに弱いんじゃないかなと思って、はい。なので、あのドジリスって言われてますかね。だからちょっとオシリス抜いて、ドローセンス魔法罠にしてこれ引いてくるっていう構築にしました。ヘビースターターだと魔獣の怪獣が結構引けなくて、あんまりね良くなかったんで、まあ普通に多分 50% で魔獣の怪獣引けた方がいいから、まあ20万にしてこの構築でいいんじゃないかなと個人的に思っています。早速、ゴッドハンドクラッシャーをかましていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手また、うわやべ、筋肉マン来た、中山筋肉や、闇の力、闇の力か、なるほどな、ツイヨハンド。ハンド強よ、今世紀最強ハンド来たわ、今世紀最強ハンド来ました。魔獣の怪獣とオベリスクを揃えたいデッキだったんで、基本的には。いや、この2枚コンボで神出るってやっぱかっこいいよね。最強じゃん、やばいわこのデッキ、めっちゃ強いわ。で魔獣の怪獣の効果を発動し、デッキからカード名が異なるレベル2以下の獣族モンスターを特殊召喚することができる。さあこれによって、光と闇の、獣族モンスターをデッキから守備表示で特殊召喚していく。効果は無効になっている。そして俺は3体のモンスターの魂を生贄に捧げることにより最強モンスターを降臨させる。現れよオベリスクの巨神兵。バグモンスター効果は無効、モンスターではない神だ。きたー、オベリスク降臨、強すぎー。セット、これさ両方ともセットしちゃっていいんじゃない。これトップがカウンター罠である可能性もあるから、全然いけ。神の攻撃、ゴッドハンドクラッシャー、コズミックサイクロンいいだろ、コズミックサイクロンがいいだろ。さあどっちを抜くんだ、いいだろ、そのが許してやろう。さあどうする、さあなんだそれは。ああなるほどな、ライフを守ったか、暗いゴッドハンドクラッシャー。おい強すぎるぞこのデッキ、強すぎないかこのデッキ。次レビオニア飛ばせるぞ、セット、はいはい、いいでしょう。相手びっくりしてんだろうな多分、セットで最強だった、最強すぎんだろ。でこことここでペッてやって、ペッてやって、ペッペッペッ
ペッペッペーッ。さあ光と闇のモンスターをゲームが除外したことによって相手のカードを2枚選んで破壊することができる。マジシャンズナビゲート、バカタレが、何がマジシャンズナビゲートじゃ、バカタレが、そんなカードは発動させない。デッキに戻れ。そして現れろ、ホーリーナイトパーシアス、プーシアス。そして相手のフィールドのカードを2枚選んで破壊することができた。強すぎる。ちょっと待って、このデッキ強すぎワロタ。さあお相手の方、お、タックデュエルの人だ、タックデュエルの人、よろしくお願いします。デュエル、いやー弱え、絶望的に弱え。トラミッドクルーザー、はいはい、トラミッドクルーザーね、オッケー、トラミッドクルージング、オッケー。いやトラミッドとか、これ勝てんだから、トラミッドとか、これあのね、マーキュリー先輩は結構多分ね、効果的には相当強いと思うんですけど、トラミッドダンサーの効果を使って戻して、打点アップ OK です。でセットから何枚ありますか。セットいいです、1枚 OK、 1枚、2枚あるんですか。いや2枚は多くないですか。いや2枚は多いっすよね。これ選んで除外したんじゃない、これ。トワイライトロードファイター来航を召喚して、召喚成功時効果、手札から墓地からライトロードを除外して相手のカードを1枚選んで除外するという、もうほんとエバリーバリの強い効果で、これでこれフィールド魔法の方がいいか。フィールド魔法を除外して、いいや、来航は死んでいいや、これ殴ってくるんだろう多分相手200。いやでもワンチャン死ぬ、これ死ぬことある、死ぬことでもキングコレもないから、多分死ぬことあるんじゃないかな多分。これでデッキトップフィールド魔法だったとしても、いやフィールド魔法の供給が止まれば、あのデッキ結構止まるっておばあちゃんが言ってた。オッケー、よし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 、いいぞ。あとは俺は魔獣の怪獣を、うわ900、ダリドローセンス魔法穴ギリ使えねえの、ダリ頼む。あなるほど、一応セットか、一応セットでエンド、一応セットエンド、いや一応セットエンドだけど、これセットしたところでこれ効果使ったら、これトップトラップカードなんだよな、これ辛すぎる。いいよそれは、もうやばいか、ちょっと待ってくれ。あ殴んない、殴んないとかいう選択肢、殴んない選択肢逆にめんどいな。ちょっと殴んない選択肢逆にめんどいぞ、使えないぞ魔獣の怪獣は。頼むマジで、魔獣の怪獣頼む、使わせてくれ魔獣の怪獣を。うわキングゴレム来た、やばい、キングゴレムの中に最強カード来ちゃった、やばい。はい、いいです、わかりました、了解です。戦況もいいです、もらいましょう、もらいましょう、もらいましょう。で好きな発動する必要性はない。で魔獣の怪獣、いやーまあ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 、まあ、魔獣の怪獣を発動していきましょう。魔獣の怪獣を発動して、ねマーキュリー反対です。これマーキュリーさ出しに行くしかないよね多分。でもねこれお馬さんパカパカの方が強いんかな、これもしかしたら、これお馬さんパカパカの方が強い説もあるんだよ全然。はい、こうしてで、こうしてこうしてで2、2、1、あーキングゴレムいいよ、キングゴレムはいい、キングゴレムの効果で手札からトラミッドモンスター出てくる、トラミッドモンスター出てくる。あーなるほどね、もう行くしかないね。じゃあこれはもう行くしかないじゃん。ってお馬さんパカパカしたところで伊達で抜かれっから、これはもうパカパカするしかないわ。でオーバーウェルムあるから魔法トラップ、いや強い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 ぞ。いやこれオーバーベルもあるから、多分魔法トラップはなんか一回なんか破壊するみたいな効果だったとしても、それは突破できるんですよね多分。まずこっちから殴んないといけなくて、さあぶん殴っていこう。カナディア、カナディア、いやもう行くしかないでしょ。オーバーベルも発動、レベル7以上のアドバンス召喚したモンスターが存在する場合トラップカードの発動を無効にし破壊できる、くたばれ。 OK、 それはいい、ギリギリ耐える、オッケー、オッケー。でいやこれどっちの方がめんどくさいか、ダンサーの方がめんどくさいか、ダンサーの方がめんどくさい、ダンサーの方がめんどくさい。オッケー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 、ぶった。こう入れるか、こう入れる、こう入れる、こう入れるから分断は大丈夫だ、分断は大丈夫で、ここぶん殴ってこっち殴った方がいいよな、
これで戻されて、打点上げられると突破されるから、こうしてこれでエンドよ。で相手モンスター引いてきても多分ねこれ突破できないと思うんだよね。打点1200超えられないでしょ多分。いやセットつらいな、セットつらいけど俺には次のレビオニア予約してあるから、俺レビオニア予約してあるんですよ。光と闇のモンスターをゲームから除外することによって現れよ根源竜レビオニア。レビオニアのモンスター効果を発動、相手フィールド上のカードを2枚選んで破壊することができる。いいだろう。さあそれで何を発動するんだ。ドラミッドクルーザー、あーいいだろう。ドラミッドクルーザーは破壊するのは意味わかんないから、こうしてで、セットして、これ2回殴るんだよねこれね、この人だから。これこうペッてやって、ペッてやって、でこれこっちペッてペッてやって、オッケーオッケー。いやもう何もできんだろ、もう何もできないで会ってくれ。リンドのパーシャスセットしたのは結構これ熱いぞ。これ次のデッキトップカウンターワナやったらめっちゃ強いぞ。さあ来い、セットいいだろう、セットいいだろう、カウンターワナスキルはいいや。いやナイスナイス、今スキル使ってなかったな。さあどうするんですかハゲさん、おハゲさん。トラミッドパルスいいだろう、コスト払えよ、コスト払え。墓地からトラミッドカードを2枚除外しろ。さあ2枚除外したところでな、無意味だっていうことを分からしてやるぜ。さあ早く除外しろ、除外してレビオニアを破壊したら勝てると思ってるんだろ。まだまだ俺は参ると思ってるんだろ。ボケがかかったらアホが、サンダークロススプリットアタック、はい最強最強だこのデッキ。さあお相手の方ユベラーですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、ユベラーですね、よろしくお願いしますね。ユベラー、あ、強い、まあ、強いのかな、ちょ、わかんない。相手のデッキによっては強い。ちょっと魔法トラップを飛ばす手段がないので、ちょっとあれですけども。さあ、どうする、ユベルさん。DD、座られスライムだと？なに？ DD か。DD、いいデッキだな。相手のね、ターンにね、やることないからね、DD ってあんまりね。それが俺は気に食わないんだけど、あんまり。あれか、戦。戦乙女のあのバルキリードーチャラみたいな、あれがねないとあんまり意味ないから、はいはい、いいですよ。でシンクロ召喚しますか。これでだからテムジン入っているってことはだからあれだな、3体並んで6000アレクサンダー来るな、6000アレク来るわ、はいはい。で DDD 劣化王テムジンの効果によって墓地から、あ強いね、6000強いね、ガチで分からせるわ、ガチでやばいかも起こすわ今から、魔獣の怪獣の効果発動。俺はデッキより光と闇のモンスター獣族括弧レベル2以下を特殊召喚していく。ちなみにこのカードを発動すると獣族モンスターしか特殊召喚することはできなくなるかな。そして俺は3体のモンスターをリリース、現れろ、これが最強の神ザ・トリッピング・マーキュリーガチで強い、ガチで強いこのデッキ、ガチで強いこのデッキ、やばいわこれマジで KC ファースト突破全然できるね。